モータ今回は3月の11日に行われたモーニング娘。1763枚目シングルの全国同時握手会 ZDA 行ってきましたんでそれについてのお話をします、えー、私今大阪住んでるんで、まあ、関西でどっか入れたらいいななんて思ってたんですけども最後のあの大阪の集合に、えー、生田絵里奈ちゃんと飯窪春菜ちゃんと尾形春菜ちゃんまあ推しもね来てくれるっていうことですからもっとしたらもうそこだけ入ってこようかなということで、えーもうその そののキューーズモールの回だけ入ってきましたで実は前回の,あのセクシーキャットの演説の時入ってたんですけども、まあ、その時はちょっと発売開始より遅く行っちゃってえ CD 買えなかったんですねだからもうレポ動画も何も上げなかったんですけども、まあ、今回はも生田エリナちゃん来てくれるっていうから、まあ、ちょっと早めに、えー、発売開始よりちょい前に行ったんですけども、まあ、それでも整理番号481。 もうクソですね。もうこれはもう優先エリアはもう無理だっていうことで、2階の、あの、リング上の2階のとこから見てたっていう感じなんで、えー、トーク界、トーク握手会ですけど、トーク界はもうなんかろくなレポできないですね。もうろく,ろくなレポないから、ちゃっちゃと喋っちゃいますか。もうとりあえず見た目の話しかできないですけど、その、尾形春菜ちゃん が、ツインテールしててね、あの、ツイッターに貼られたじゃないですか。あの、マネージャー赤で、えー、なんか今日はね、どこどこ回りますみたいな、なんかあったろハーチンポーズしてるの。あれ見て、めっちゃいいじゃんと。今日この子と会えるんかなんて思ってたら、あの、会場行ってみたらね。 えー、いい子はるなちゃんも同じツインテールで揃えてきてるっていうことで、まあ、ダブルハルナンが揃うから合わせようねみたいなの言ったんでしょうか。で、ハルなんだけ、あの、網タイツ入ったから、いい感じに黒はるな、白はるなになってね。まあ、その辺もうまいことなんかやってるなと思いました。で、あとは、 何言ってるかわかんないよ。何言ってるかわかんないけど、いいくぼはるなちゃんは動き見てるだけで面白いな。<laughs> なんか、あの、リアクションでかいから、やはり。なんかこう、やっぱコミュニケーションの上手さが表れてるとか、リアクションでかくて見てるだけで面白かった。ああ、今、生田エリナちゃんをいじってるな、とかね。なんか一人でにくねくねしだしたりするから、その辺はもう非常に面白かったですね。で、あと、なんか、オタクの笑い声は聞こえるんです。わーっていう、ね。で、えー、なんか、 マイクを向けたりしてね。だからなんか質問コーナーでもやったんでしょうか。もうそれで非常に盛り上がってたトーク会だったんじゃないでしょうか。内容わかんないから、そこ何で盛り上がってたかっていうのを教えていただければ、えー、私は嬉しいなと思いますけども、まあそういうトーク会でした。えー、で、今回は握手てか CD2 枚買ったんで2周しましたけども、 握手半年ぶりぐらい最後に行ったらもういつか覚えてないんですけど、あのー、3人ですよね ?3 人並んてて、3人で合計4秒ぐらいだったから、あれこんな早かったかなっていう感じですよ。こんなもん最近の握手こんなもんですかで、私優先エリア入ってないから、言ったらちょっとの間し出ししぶれるわけよ。握手、はい、すぐ入らんでもいいから、ちょっとこう、まあ久々だし、言うこと考えたいし、様子も見たいしいので、待ってたよ。 待ってたんだけど、もう開始10人ぐらいで、生田絵里奈ちゃんの顔が凍りついてるのな。これやばいと思って、ツイッターにもうやばいから入ってきますっつって、入ったんですね。で、まあ、その1周目。1周目は、えっと、言うことないですよ、別に。もう、だから、本当にね。もう最近本当だから、認知欲がないですよ、私。認知欲がなくなっちゃったから、あの、拝めるだけで、本当あの、すごい幸せですっていう感じのオタクだから、 本当に、もう頑張ってください、頑張ってくださいってね。大方春菜ちゃん、飯久保春菜ちゃん、すごいいい対応で、うわーってなるよ。で、いくと絵リナちゃんに、ここは言うことあるよ。あのー、ソロパート、おめでとうございますって、もうちょっと前のめりで言ったら、あ、ありがとうって言って、次の人見ながら言う。あまたその話かみたいな顔をするわけよ <laughs>、ね。いや、まあ、わしはわかるあのー、まあ、すごい照れてるなっていうのは分かった。あのー、ほんとは嬉しいんだけど、えー、まあ、 と正直に気持ちが出せないみたいなところはね分かりますから、まあ、そういう感じで、まあ、なんかだからちょっと潮も心地いいみたいな,なんかそういうお宅に私はなっちゃってるなっていうのが1週目に分かったなで2週目2週目なんかもうさっき言うこと全部言ったんだけどなっていう感じでなんかもうあるよそんだけね1周4秒でくる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 回るからもうすぐあの新規入場はねもうちょっと止めますって。 だから、ループする人さっさとしろよ、みたいな例になるじゃないですか、途中から。もうそれなっちゃったんで、ええ、そのまま何も考えず2周目、ええ、来てくれてありがとうございますって言ってね、あの、大型春菜ちゃん、いい久春菜ちゃん。で、大型春菜ちゃんは、もちろん来ますよ、みたいな。外線だから、ね、お帰りね、っていう感じで、ええ、来てくれてありがとうございます。で、いい久春菜ちゃんも、いや、こちらこそありがとうございます、みたいな感じで返してくれて、本当に太陽よ、あっこは。あっこは、とかってね。いや、で、生田エリアちゃん。 いくつ恵いなちゃんは気をつけて帰ってくださいねって言ったら私ちょっと紳士握手をしようかなと思って。いくつ恵いなちゃんあんま頭使うとダメじゃないですか。頭使うっていうか、あの、働くよ。いくつ恵いなちゃん賢いんだけど、握手では頭使いたくないってわ <laughs> かるから。わかるから、あの、もう返答をしなくてもいいようなことをちょっと言おうかなと思って、気をつけて帰ってねって言ったら、あ、そんなこと言ってくれるんだみたいな顔をしてくれたね。その時ちゃんとこっち向いてたから、あ、 今までの握手で5本の指に入るぐらいの神、えー、対応をしてくれたなというふうに思います。まあそういう、えー、握手じゃない。で、まあそんなふうにあ握手終わってふふっつって行っ,った後出た出たらあのー、高校生2人があメットさんですよつ、ね、って,言っていつも動画見てますって言うからあのー、ステッカーを押し付けて帰ってきましたね無理やり思 <laughs> ってあのシってどっか行ったんですけど肩叩いておいっつって。 ステッカーを無理やり押し付けて、えー、帰ってきました、まあ。そんな握手会でしたね、はい。すごい、あの、いや、ありがとうございました。声かけてくれて。で、えーまあ、今回の握手会で買った CD2 枚に入ってたトレカは、またあのブログの方にまた貼っときますんで、それを見ていただいたらなと思います。で、この11日が ZDA。で、翌日12日があの研修生発表会で行ってきたんで、まあ、それについてのレポ動画とブログもまた書きますんで、そっちも、えー、ぜひ見てください。では。 え、本日は以上です。ありがとうございました。